カズヤのマボです。今日もよろしくお願いします。さて今日は月曜日なんですけれども、昨日の日曜日がちょっと早起きをして早朝ドライブに行ってきたんですね。で、北山ダムって言ってシャクナゲ湖っていう、まあ、ダムで作られた湖があるんですけれども、そこがこうぐるっと一周できるんですけれども、そこの道がかなり気持ちがいいんですね。ただ、台風10号の影響でまだ結構散らかってはいたんですけれども、まあ気をつければ通れるかなっていう状態には回復していたので、まあ良かったかなと思います。で、こうドライブに行ってこうその湖のところに道の駅があるので、まあ、そこでこういつもちょっと休憩してから帰るみたいな形を取るんですけれども、途中からですね、AE86 っていう、まあいわば86ですよね、が後ろからついてきてくれて、そのまま道の駅までついてこられて、後ろに止められた車をでドキドキしながらこう起きて、おはようございますって挨拶すると、まあ、そこからこう小雨の中こういろんな車の話で盛り上がって、で走行しているうちにこう箱スカの方も来られてですね、でそこでこう小雨の中3人でこう話していると、今度はハーレーを乗ったバイクの方も一緒に来られて、こうそこでまた話が弾んでっていう形で、4人でですね結構30分ぐらい小雨の中話してたのかな。で、やっぱり改めて思ったのは、車好きの中に悪い人はいないっていうことですよね。こう皆さんやっぱり乗ってる車は違って、バイクの方も来られてっていう形なんですけども、やっぱりこう好きなことをしている時間っていうのはいいですよね。心が広くなるっていうか、こうぐパッて集まって話が愚痴じゃなくて、もうお互いを褒め合うとか、お互いの車をこう見せ合うっていうか、なんていうの、紹介し合うとかっていうので、全然会ったこともない人が4人突然集まったのに話が弾むっていうのはやっぱりすごいことだと思うんですよね。なので趣味を持つとか、こう好きなことをするっていうのはやっぱりこういいことなのかなっていう気がしますよね。なのでこう僕自身はこの S660 っていう車かなり気に入って走っているので、来年の1月が車検2回目なんですけれども、その頃には走行距離が多分8万キロを超えているのかなという気がするんですね。ただそれでもこう種類を変えて、消耗品他にあれば変えてみたいな形で、こうちょっとリフレッシュしてまた乗ろうかなと思ってるんですね。で、86の方とかは25年乗っていると、で、いらなくなった車だからということで当時5万円で譲ってもらって、で なんやかんやこう直してるうちに25年経ってしまったみたいな形だったんですよね。で、やっぱり好きな車に長く乗るっていうのは楽しいし幸せなことなんだろうなと。で、箱スカの方も十何年乗っているって言われてたと思うんですけども、やっぱりこうサビが大敵なのでということで、雨が強くなってきたらもう帰っていかれたので、それが聞かれて皆さん解散されたんですけども、やっぱりこう大切にするっていうのも大切、いいことだなと改めて思いましたもんね。なので僕自身もこの車のこの色っていうのがこうまだまだ新しい車なので、普通に買おうと思えば買えるんですよね。ただ、大切に乗っていこうかなと。で、軽自動車のエンジンがどのぐらい持つかわからないんですけれども、やっぱりこう逆に言えばどのぐらいまで乗れるんだろうっていうのを試してみるっていうのはありですよね。なのでそれぐらいこう大切にしてみようかなっていう気が改めてこう思ったので、こう好きな車に乗る、好きなことをする、なので僕であればこう車ですよね。あと最近ちょっとできてないやつ、カートのレースとか、あとは軽自動車のレースとかも結構僕好きでしたもんね。あとはカメラにしてもそうですけども、好きなことをする、で好きなことをする人のこう仲間を増やすっていうのはやっぱり楽しいなと改めて思うドライブでした。で、帰りに高速道路に乗ったら、R8 のスパイダーに今度もぶち抜かれていったんですけども、やっぱりああいう法的には間違ってるんでしょうけれども、こうああいう楽しみ方っていうのも個人的には僕はありなのかなっていう気がしています。で、人それぞれ楽しみ方が違うので、こう楽しいことをしている人を否定するっていうのはあんまりしたくないんですよね。なので楽しみ方をこう肯定するじゃないですけれども、興味を持つっていうのもいいことかなと思うので、全然違う趣味の方を否定するのではなくて、あ、そんな楽しみ方もあるんですねみたいな形で、こういろんなことを今後学んでいきたいなと思ったので、僕自身は嫁さんとも趣味が全然違ったりするので、その辺もね、こうしっかり興味
味を持てればなと思いますし、こう全然知らない人の趣味っていうのもやっぱり興味を持って、で、楽しそうだったら挑戦してみるっていうのもありなのかなと思います。なので皆さんがどんな趣味を持っているのかは僕はわからないですけれども、何かあれば紹介してもらいたいなと思いますし、意外と最近ハマっているのが包丁を研ぐっていうのも、バイト先で昔していたんですけれども、改めてするとやっぱり楽しいなと。で、うちの包丁結構箱漏れしてたんですけども、僕がですね、なんていう、一人暮らしの頃からの包丁をそのままずっと使っていたので、当然といえば当然なんですけども、ちょっと箱漏れしたりしてたんですよね。で、それをこう綺麗にするとやっぱり気持ちがいいっていうので、しかも包丁を研いでる時間はやっぱり集中しないと危ないですから、一個のことに集中するっていうのは意外と脳科学的にはいいことなんですよね。こうよく今マインドフルネスって言いますけれども、一つのこと、マインドフルネスの場合は多くの場合呼吸に集中するっていうことなんですけども、もう今の世の中、スマホができてから特にそうなんですけども、マルチタスクが当たり前なんですよね。ただ脳的にはこうマルチタスクっていうのはあまり得意じゃないんです。特に男性脳の方は特に得意じゃないので、僕は典型的男性脳なので一個ずつしかできませんから、もうそう考えると一個のことに集中している時間を作るっていうのは脳を休ませるっていう効果もあるので、やっぱりこう何かをものづくりをするとか、あとはこう瞑想までは言わなくても呼吸だけに集中して他に何もしない時間を作るとかっていうのは悪いことではないと思いますので、そういった意味ではこう趣味の時間に没頭するっていうのも僕は大切な時間だと思うんですよね。なのでよかったら皆さんもね、こう趣味を作って一つのことにこうガッと集中する時間を作る。なのでレースとかも僕大好きですもんね。レース以外考えずにそこだけに集中するみたいなものも好きなので、よかったら試してみてください。ということで和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。